やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。まずお知らせです。8月4日火曜日、この動画いつアップするかな ?4 日かな ?3 日かな水亀座満月と、いつものように遠隔霊気ヒーリングの会のライブを22時半くらいからやりますので、ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。ね、常連の皆様も、はじめましての皆様も、ぜひぜひご参加ください。たまーにコメントでまだ、霊気って何ですかって言われるんですけど、2週間おきに私、霊気ヒーリングのライブやってるから、私にね、コメントで、何それって言われても、霊気は霊気、見に来てください。そして感じてください。ね、そしてこの前、後藤照之さんの、とのコラボで、霊気ヒーリング対決やったので、それもぜひご覧になってください。はい。ということで、今日のお題は、じゃん。お盆の移動制限っていう言葉が、西村氏の口からね、出てきたんですけれども、どうなるのかっていうのを見ようと思います。どういうニュースかと言いますと、お盆の移動自粛は、GoTo キャンペーンと矛盾する規制、制限の必要あると専門家。お盆や夏休みのシーズンに突入しました。で、西村経済再生担当大臣は8月1日の記者会見で、お盆の移動制限について次回の分科会で検討すると発言しました。次回の分科会いつなんだろう。ネット上では GoTo キャンペーンと矛盾して支離滅裂。観光と規制はリスクの大きさが違うと様々な意見が上がっています。お盆は移動自粛するべきなのか、感染症の専門家に聞きました。で、コロナ禍のお盆規制の、コロナ禍のお盆時期の規制を専門家はどう見ているのか。関西医科大の西山教授は、帰省先では重症化しやすい高齢者と長時間を一緒に過ごし、マスクを外して食事や宴会をすることもある。政府はお盆時期の規制の自粛を呼びかけることが必要ではないか。と述べる。オンラインを利用し、互いに顔を見ることはできる。遠隔で話すことが一番安全です。と対面以外の手段の利用を推奨している。一方で観光や旅行については、マスクの着用、大声を出さないことや3密の回避、手洗いといった感染防止策を徹底すれば、旅行先で感染する、させるリスクは高くないと指摘。GoTo トラベル事業の見直しや中止よりも、旅先での感染対策の徹底をより強く呼びかける方が現実的だと話した。なるほど。私もなんかこのお盆の移動宣言っていうニュースが出てきた時に、すごい混乱して、ね。GoTo トラベルはやって、どんどん旅行は行ってねって言いながら、家には帰るな、実家には帰るなって言うんだっていうのはね、どういうことだと思って分かんなかったんだけど、なるほど。専門家が考えるには、帰省すると実家でマスク外してみんなでね、家族でだんだんみたいなのがあって、そこで高齢者が移るとまずいでしょっていうようなイメージか。旅行だとそういうね、なんかだんだんみたいなのは普通は行われないから、予防さえしてれば大丈夫だから、帰省と旅行は大いに違うみたいな考え方なんでしょうね。なるほど。ちなみに、私はお盆は毎年帰省しなくて、ゴールデンウィークに帰省してるんですよ。今年ゴールデンウィーク、緊急事態宣言だったよね。そう、違う？まだだった？もう忘れちゃった。だけども、うん、移動、なんかちょっと今年は考えられなかったな。夏も移動する気はないな。ちょっとね、東京から田舎行きました、みたいな。まあね、ちょっと、家族も多分嫌がるだろうし、近所の人が知っても嫌がるだろうから、うん、ちょっと、この夏は動く気はないけれどね、東京からは私は。はい。ということで、お盆の移動宣言はどうなる？ついでに GoTo はどうなる？ね、この前突然終わるかもよって私、なんか、タワーが出たから言ったけど、で矛盾はないの？っていう、この辺を見ていこう。ちなみに、お盆の帰省は危ないの？旅行もね。旅行は危ない。危なさレベル。帰省がどのくらい危ないかちょっと最初に見ます。帰省はどのくらい危ないの？タロットさんに聞いてみます。帰
規制はどのくらい危ないんでしょうか。すっごい危ないみたい。最上級に危ないのが出た。タロットさんね、タワーを出しました。じゃあ、旅行は危ないの？この前タロットさんに聞いたのよ。この前 GoTo キャンペーンでタロットさん、あなただったら旅行行くって言ったら戦車のカード出してめちゃめちゃ戦いながら行く気満々だったから、多分ね、そんなに危なくないっていう気がするんだ。タロットさん、旅行は危ないの？はい、タロットさん、旅行は危ないの？ね、危なくないって言うでしょ、この人。このカードね、旅行危なくないよって言うんだよ。女帝だって。ね、その女性的なカードを出してさ、どんな意味なんだろうね。これ優しさとか豊かさとか思いやりとか、お母さん的な愛情とかなんだけど、愛を持って、思いやりを持って、すれば大丈夫みたいな感じですかね。はい。危なくない。じゃあ、お盆の移動制限っていうか、お盆、帰省するな。帰省しちゃいけないみたいなのは、そういう宣言は出るんでしょうか？はい。ズバッと出ました。そうね。帰省しちゃいけないかな。なると思います。釣り人の逆なので、でもね、なんだろう。報われない感じなんですよね。報われない努力とか、報われない我慢とか、無意味な犠牲、盲目。うん。だ多分、これ、規制とか移動制限しなくても、あんまりこう、移動する絶対数みたいなのは、してもしなくても変わらないんだと思います。多分。しない人は、制限されなくても絶対しないし、する人は制限されてもするだろうし、みたいな。なんか、無意味な制限みたいに、やりそうだけど、無意味だけど、やるっちゃやりそう。なので、やるだろうね。釣り人の逆。意味ないかもしれないけど、やる。で、注意点はフールなので、そうね、やっぱり、制限しても、帰る人は帰る。うん、そういうことだ。はい。じゃあ、これを機に GoTo が中断したりはしないの？ GoTo はどうなるの？ズバッと出ました。GoTo ね、今現在すでにもうやめかかってる気がするんですよ。なんか潜在意識がタワーの逆だったから、多分政府ももうこれ、やめないみたいな、これやばくないっていう感じにはなってそうなんですよね、みんな。多分、二回死以外は。ね。うん、なってそうなんですよ。そうね。可能性も太陽の逆でしょ？で、最終結論が力の逆なんですよ。なんか目標を見失っちゃうとか、やる気なくしちゃうとか、目標達成できず、尻込みしちゃうみたいな感じなので、これはね、もしかしたら、連動して GoTo も、ちょっと、終わりになるのか、一時中断になるのか、で、注意事項とか、対策とかが死神なんですね。なので、一旦やめて仕切り直した方がいいんじゃないっていうのは出てます。ああ、難しいな。だから、連動してお盆中。でもお盆もうすぐでしょ？それ旅行予約した人、またキャンセル料がとかなのかね。お盆中、中止になるかも。中止どうだろうな。力の逆、やる気をなくすとか、パワーを失ってしまうなんですよ。だから、完全になんか、バサッとなんか終わりっていう感じでもないけど、そうだな。例えば、東京だけじゃなくて、対象としない地域が増えるとかね。なるか、もしくは、対象外地域が増えるとか。です。じゃあなんか、今占ったら、
両方なんか制限が出そうだから、矛盾はないのっていうのはちょっと、まあいいや。今回はない。ということで、お盆の移動制限は多分意味ないかもしれないけど、やると思います。で、GoTo キャンペーンもかなりやる気をなくして、パワーをなくして、もしかしたらこれこっちと連動して、お盆中中止になるとか、対象外地域が増えるかもねっていう感じです。はい。以上になります。では、面白かったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。